こんにちは、もぐらです。今日はメダカを送る時の袋詰めのやり方を動画撮ってみようと思います。前に1回出荷の様子を動画撮ったんですけど、袋をゴムで縛るところだけもうちょっと詳しく見たいっていう声があったんで、今日はそこをやっていこうと思います。さあ、行くぞ。使うのはこの底が丸くなっている袋ですね。で、品番が R18 ってやつです。これが、黒猫大和とか佐川急便の60サイズの箱にちょうど入るんですよ。このボールはだいたい 1.5 リットルぐらいで、魚のちょっとだけ重さ加わったりとか、緩衝材とか箱の重さ加わっても2キロにならないんですよね。ちょうど2キロ以内に収まるので、いつもこのボール使ってやってます。荷物は3ペンの長さとか重さによって料金が変わるんで、そこはしっかり自分で見ておいてください。それでこの酸素瓶の値段とか、どれぐらい酸素が入ってて何回ぐらい使えるのかっていうのは、また今度暇があったら動画撮ろうと思います。さあ、行くぞ。そしたら、じゃあまず、今日魚いないんですけど、魚がいると思って、よいしょ、こういう風にまず水汲みます。魚が落ちないよ。で、今石の上でやってるんですけど、本当はこのビニール袋が破けないように柔らかいものの上でやった方がいいと思います。で、まず袋をしっかり閉じていきます。こんな風にこうやって綺麗に持ちます。ここでこう袋がこういう風にずれてるとダメなんですよ。大げさにやると、めちゃくちゃ大げさにやるとこんな感じ。これでこうやって縛っちゃうと、こっから水が漏れてくるんで、丁寧に縛ります。こういう風に持ったら、まずここに残ってる空気を全部抜きます。シューって、こうやったら今からこれで酸素詰めるときに酸素の濃度が高まるんですよね。だからなるべく空気を抜く、酸素だけにする。空気はほとんど窒素が入ってるから、一旦空気を抜く。そしてこのガンをここにぶっ刺して、今酸素入れると。初めはちょっと緩いぐらいでやったらいいと思います。あんまり入れすぎて、こんな風にやっちゃうと、ここが短いと結ぶの難しいんですよ。だから慣れるまではちょっと抜いて、ここ長めに取って、こっからここまで長めに取ってやるといいかなと思います。ちょっとこれで一回やってみるか。酸素入れたら、ここの小指をしっかり押さえて、これを回す。こんな感じですね。ここしっかり今ねじれてます。そして今度は上の方、ここも全部ねじる。こんな感じで、さっきも言ったけど、本当は下にこういうものを置いとったりとかして、なんか柔らかいものじゃないと、ここですれて穴開いちゃうんで、今ちょっとのけてます。こういう風に縛ると。で、輪ゴム、これを入れる。いつも2本使ってるんですけど、ちょっと今見えにくくなるかもしれないから1本でやります。ここに入れる。で、これをこういう風に輪っか作るんですよ。で、この輪っかがこう上すぎると、縛っても後でこうくるくるくるってダボダボになっちゃうんで、根元のところでこうやって輪っか作る。あと、この輪っかがこう小さすぎてもほどけやすくなっちゃうから、ある程度大きさも落として、で、こういう風に持って、で、これを こっち側のゴムをくる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 、こうで、この紐の先っぽの方、この辺もしあんまりねじってないと、こう輪っか作った時にこの辺水が漏れるの分かりますかね。ねじりが足りてないから、もしゴムがうまく巻けてなかったら水漏れちゃうんですよ、この辺で。だから上まで一旦しっかりこう縛る、ねじる、縛るっていうか。で、ゴムは、この上の方にこうやってどんどん上に巻いていくんじゃなくて、下に巻いていく。こうやって下に、根元の方にこうやってやっていくと、なるべくこうキュッと締まってパンパンにできるんですよ。ここから上にこう巻いていくんじゃなくて、この根元に、こっち下の方に巻いていく。
あの破けた時のために二重にしてます、いつも。で、2枚目やるときはこの1個目のコブ、ここのコブがこうやってここに入っちゃうと、指の中に入っちゃうとうまくねじれないんですよね。だからこのコブをしっかりこう下に押さえ込んで入らないようにして巻いていく。今度はちょっとこんな大きい袋を持ってきました。そんで箱も適当にあったやつ持ってきました。で、本当はこうですね、こういうところで袋切れちゃうから、あの水漏れたら魚死んじゃわないように新聞引いたりとか緩衝材とか入れるんですけど、今日はちょっと飛ばします。で、全ての袋がこの箱にぴったりサイズぴったり合うとは限らないんですよね。まあ、ちょっと今これ大げさにデカめに作ったんですけど、入らないこととか、仮にこううまく入ったとしても閉じられないとか、この辺隙間余ってるのにあのうまく入らないっていう時もあるんですよ。で、そういう時どうするかちょっとやってみます。こんな感じになってますね。で、さっきはここのギリギリで輪っかをこういう風に作ったらいいって言ったんですけど、ちょっと形合わせたい時はわざとこう上目に作ります。上目にでゴム入れてやっていく。そしたらここほどくとちょっと余裕ができるんですよね、こうやって。そしたらある程度、まあある程度ですけどね、こうやって形合わせたりとかね、ちょっと多少はこう箱のサイズに合わせて、サイズとか形に合わせて変形させることができます。箱と袋がぴったり同じ大きさの時とかはなるべくパンパンにした方がいいんですけど、こういう風に形合わせることもできます。まずここ綺麗に畳んで空気を抜いて酸素を入れます。そしたら小指をこう軸にしてこうぐるぐる回して、上も綺麗に縛る。で、ゴム2本をここにかぶせて、なるべく根元でこう輪っかを作って、下に下に巻いていく。こうやって下に下に、よし、 OK、 こんな感じです。うわっ、よし、じゃあ今日は終わります。ありがとうございました。